はいどうも、カンパ園長です。じゃあ今度はね、このレッドチーム結束のお話ね、レッドチームの結束力を見よみたいな、だから中国のお話ですよね。中国が例えば国連安保理でこの中国大使がね、もう全面的にロシアを支持するんですよね。まあだからさっきのロシアのこのラブロフ外相なんかと同じこと言うんですよね。根拠のないロシア非難はよせ、このウクライナの民間人を次々このね襲って命を奪った、あれは嘘でたらめだと、ね、アメリカの策略だと、嘘でたらめでもって、ね、このロシアをねやたらにこの非難して悪者に仕立て上げて非難するのはよせ言うんですよ。中国が国連安保理でですよ。もう国連もダメですね、何の機能もしてないじゃん。まあ我々日本国民からするとね、そもそもが国連なんてもう戦勝国仲良しクラブでしたからね、あんなもんがまともに機能するわけがないし、しかもこのねこのソ連と中国はね、後からなんか変な話なんだろう、横入りみたいな格好でねじ込んできただけですからね。で、このブチャの件ですよね。これを、今度この中国政府だけじゃなくてこの中国メディア、まあ政府みたいなもんですけど、政府がこの政府系のメディアを使ってね、中国でね、ロシア側の主張をもう全面的に支持するんですよ、やっぱり。だから中国国民に向けても、そういうこのね、まあ、発表、報道をするんですよね。だからもう、レッドチームの結束力をね、見せつけるわけですよ、全世界に。だからまあ、ウクライナ側の言い分とか、ウクライナ住民の、ウクライナ国民のなんかこの悲惨な状況とかはもうほぼ一切、報道しない、すごいねすごいねというか、なるほど、やっぱりそういうね、そういうチームのそういう動きだっていう、まあある意味納得っちゃ納得ですけどもね。で、まあなんかそういうこの機運というか、ね、それが正しいことを証明するための、まあなんかそういう一環なのかアピールかな、このロシア、中国、ベラルーシ、なんかさ、この前にこの、なんていうの、このロシアがこのスポーツのこの国際、大会からもういろんなこの競技がさ、ね、このサッカーだったりテニスだったりって、次々となんかこう弾かれて、じゃあもういいよと、ね、あのフィギュアのほら、なんだっけ、あの人、プルシエンコさんとかもね、なんかこう、スポーツは別だと、ね、政治とスポーツを分けるべき、ね、って言いながら最後はね、プーチン万歳とかなんかわけのわかんないこと言ってたじゃないですか。ね、あれで開き直ってロシアが、ね、このレッドチームオリンピックみたいなことをやるって言ってたじゃないですか。あれ本当にやるらしいです。ロシア、中国、ベラルーシ、今のところ名前が挙がってるのはこの3つで、この競技種目がね、なんかハンドボールの国際大会らしいです。で、名前がまた笑かしてくれるんですよ。ロシア、中国、ベラルーシが友情と平和カップ、友情と平和カップですよ侵略仕掛けてる側がね、平和え何言ってんですかね、もうことごとくめちゃくちゃですよね。でまあちょっと順番に見ていきましょうかね。やっぱりまあ中国はやっぱりこのレッドチームですからね。まあロシアもレッドチームですから、まあ、特派の連中、まあ、できればそこにね、この北と南もちゃんと誘ってね、このね、レッドクワッド、ね、なんかレッドクワッドがなんかもうよくわかんない、暑苦しいね、スクワットみたいな感じですけども、そんな感じでね、よろしくやっといて、まとまってもらえるとね、わかりやすいし、やりやすいんですけどもね、ウクライナの首都キーウ近郊の町で民間人とされる遺体が多数見つかったことについて、中国の国連大使がまず根拠がないロシア非難はやめるべきだと、根拠ないんだってあれそっかあの様子見せられてもね、あれがなんかほら昨日ちゃんとね、なんだっけ、ロシアが兵を引き、ね、このウクライナ首都キーウ近郊から、ね、引き上げた後で、ね、なんか突然始めた、ね、なんか映画だみたいな、ね、でっち上げだと、ね、ウクライナ側のゼレンスキー政権の捏造だみたいな、でもそうじゃなかったっていうのは証明されてたじゃないですか、ね、このまずロシアがいきなり、なんだっけ、ウクライナに侵略した初期の頃からもうね、遺体があちこちに転がってたっていう、
ね、ずっと2週間も3週間も、ね、映り続けてたっていうこの証拠の映像が、ね、この 航空写真、衛星写真だっけ、 ありましたよね、うん、なのにこの言い草ですからね、根拠がないんだって、ね、捏造でっち上げたウクライナの嘘だって言い張ってるわけですよ、ロシアと一緒になって中国もね、うん、まあ、だからやっぱりまとめて、うん、制裁どんどん締め上げていった方がいいってことですよね、うん、徳川の連中はやっぱり世界人類の敵って判断していいんじゃないですか、うん、でこれでしかもこの中国のこのね張さんかな、張なんか国連大使がまたねなんか変な枕言葉みたいなね、このハニーの虎のハーシーさんみたいな言い草なんですよね、うん、このキーウ近郊のこのブチャでね、多数のウクライナ民間人とされる遺体が見つかったことについて、民間人への攻撃は容認できずあってはならないことだが、ね、どっかで聞いたフレーズですよね、うん、ウクライナ侵略はあってはならないことだがとかさ、ね、戦争それ自体は決して認められないことだがとかね、うん、全く一緒ですよね、うん、結論が出るまで根拠のない非難は避けるべきだと主張し、アメリカなどが戦争犯罪だとして非難を強めるロシアを擁護する姿勢を中国のこの国連大使がねまず示しましたよと、ね、いやだって根拠だらけなんですけど次々証拠が上がってきてるんですけど、それを根拠のない擁護を避けるべきってすごくないですか、ね、うん、そうそうそう、だから根拠のない非難は避けるべきじゃないですよ、ね、あ、先に言っちゃいましたね、根拠のないロシア擁護こそ、ね、うん、やめるべきですよね、うん、これは日本国内でもね、いろんな人に使えますよね、うん、根拠のないね、このロシア、そうだからロシアサイダーの連中にみんなに言ってやればいいんですよ、ね、根拠がない、ね、ロシア擁護はね、やめるべきだと、うん、そうじゃないんだったら、ね、こうこうこうだからっていう証拠出してこいって話ですよね、うん、だからもうなんだろう、レッドチームの人間は特にそうだし、ね、日本国内にもいるこのロシアサイダーのやつら、ね、完全にもう本当ロシアのね、この対日、ね、世論工作機関の一員だろ、どいつもこいつも、もうテレビに出てるような連中は特にそうだよね、うん、まあいくらで仕事を受けたのか知りませんけども、まあなんかこうね、受け取るもん受け取っちゃったもんだからね、それはもう逆らうわけにはいかないし、言うこと聞かなきゃしょうがないから、まあ脊髄反射でね、うん、まあ言われたようにこのロシアを擁護しているだけね、情けないっすよね本当に、うん、いやそうじゃないね、うん、心の底からね、いや違うんだと、ウクライナが間違ってる、ロシアが正しいんだって言うんだったら、その正しさをぜひ証明してくださいよって言ってるんですよね、うん、まあどうせできないと思いますけども、うん、すごいよねあれがねもう証拠だらけなのにね、根拠がないって言えるところがすごいよね、さすがレッドチーム、もうロシア中国南北ね、やっぱりもうまとめてね、うん、綺麗にこの地球上からそれこそ世界貢献の一環として、ね、国際社会がね、このまあ、なかなかこの国際社会も全然まとまらないんですけどもね、なんか本当地球連邦軍みたいなのを作ってもらいたいですよ、うん、でもう地球に対してね、このなんかもう地球人類に対してね、うん、この牙向いてくる人たちをちゃんとやっぱりこの鳴らして掃除していかないと、うん、ということで今回は以上です、ありがとうございました、ではまたごきげんよう。